はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルうぷぬしのピヨタです。さあ今回もいつどこで誰が何をしたゲームやっていきたいと思います。時間帯がね深夜帯から変わっていないので人自体も随分固定化されてるんじゃないかなと思います。なのでね、下ネタも多くなってきてるでしょうし、一旦ね、2回くらいでこのアプリの面白さも送れるからいいかなと、2回くらいで終えたいと思います。今後ね、なんか不定期にやるかもしれない。人がね変われば話は変わりますからね。何話そうとしてたかな。こちらの動画は2022年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。致命的なこと忘れそうになってた、前回言ったかな。ということで早速ゲームスタートですね。さあカンカンと、僕ピヨタと、他出てくるかな、人来るかな。朝なのにここで華麗なる一族が打ちひしがれた。うわ待って、その下やばくない。昨日おばあちゃん家でおじいちゃんが無残に飛び散った。ひー怖っ、やばくない普通に。だってしかもさ、これたまたまできた文章でしょこれ。みんな別々の文章を書いた結果のこれでしょ。怖っ、そんなことある。普通にやばいじゃん。会話しながらじゃないとできねえぞ。いや会話したのかこれ。石器時代ここで SM マニアが戦慄した。何があったし。ってマッチングの人が来るとマッチングの時間が伸びるんだ。それ初めて知ったな。石器時代ここで SM マニアが戦慄したって言った後に、って上に来たからさ。ってこっちも聞くよ。決戦の日、戦場で知らないおっさんが逆立ちしたって書いてあった。何をした?そうだね。じゃあ、逃れられぬ。カルマを背負ったと。なんだこれ。いいでしょう。知らない人がね、逃れられるカルマを背負っておけばね、いいんでしょう。ちなみにカルマっていうのはね、作業の行ですね。それで、そう当て字で読んだりはします。語ですね。語。いい感じにやれたんじゃないかな。あとは他の人が何をやるかですよ。他の人が何をやりますかによるよねとか言いつつさ、こっちの投げるパスさ、逃れられぬカルマを背負ったって何?まさに今、宇宙で死んだはずのおばあちゃんが逃れられる。嘘でしょ?まさに今、宇宙で死んだはずのおばあちゃんが逃れられぬカルマを背負った。うっそ!あと、カンカンも AI かよ。どう考えても死んだはずのおばあちゃんがと、逃れられぬカルマを背負ったの、この二人が、人がいる状態でやったやつだよね。悲しい。何があったんだろう、これ。ということで、広告いきましょう。さあ、よく YouTube で聞くタイプのね、音が流れてきました。うるさいね。ちなみに広告がね、飛ばせないんですよね。しょうがないか。さあ、皆さん、やってみてはどうでしょうか。放置少女。意外と長いですよね、息が。さあ、終われる ?OK。さあもう一回やりましょう。もう一回くらいかな。オフラインプレイに切り替わっちゃうんだ、あと55分くらいで。
さすがにね、こんな夜遅くにやってる人は少ないか。残念ですね。ほんとオンラインプレイでやると絶対楽しいと思いますよ、これ。まあしょうがないね、録画してる時間が時間だもん。いやでも、お、 S さんが来た。 S さん、 S さん、 S さん、もう一人ぐらい入ってきてくんないかな。もう一人くらい、もう一人、もう一人、いやー来てくれないかな。怪しいか。このね、広い広い世界でこのゲームをやっているのは僕とえっていう人だけ。悲しい、4人いねえの。せめてもう一人、もう一人だけ、もう一人だけ、今すぐ起きてからなんか知らないけどアプリ開け。無理？さすがに無理か。まあしょうがないといたしましょうか。まあ S さんがもう一回入ってきてくれただけでね、同じといたしましょう。さあどこで、私はどこで何をさせますか。そうですね、どうしよう。じゃあパチンコ台の上。パチンコ台の上で何させよう。パチンコ台の上で何させようとしてんのこれ。っていうか、なんで今パチンコ台が出てきたんだろう。パチンコやんないんですけどね、全く。ゲームセンターでメダルゲームやるのすら久しぶりっていう人なのにさ。さあ文章が完成しました。大晦日、パチンコ台の上でプーさんがツイートした。まあまあまあ、クスッとくるよね。プーさんが、ちょっと今日は蜂蜜よりもメイプルシロップだなみたいな。似てねー。ちなみに蜂蜜とメイプルシロップはね、まあ植物性か動物性かみたいな感じで言われますけれども、まあそもそも蜂が作っている花の蜜を集めたものと木の樹液ってことでね、両方とも植物性ですからね、一応。まあ蜂の唾液等が入ったりしてるらしいですけれどもね。はい、まあそれは置いておいて、さっきと打って変わって短い文章になりましたね、結構。皆さんもね、やってみましょう。僕もね、このアプリ最近結構ハマってるので、いろいろとね、いろんな時間に参加したりしてますので、まあ、動画が投稿されて1週間ぐらいであれば、僕と会えるかもしれない。っていうね、ことがあります。まあ別にそれが何の特典になってるわけでもないんですけれどもね。夜中によくいます。はい、ということでね、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。